日本埼玉県埼玉市緑区下山口に行ったも、山口神殿は埼玉県埼玉市緑区の大座。郵便番号は336-0925。北部は芝川第一調節地の建設が進んでいる。埼玉市緑区東部の中石平野に位置する。地区の東側で川口市大座、雪枝、道大和座館、南側で川口市大座東内屋や、 道大矢崎祖領、西側で、大矢大間木や大矢大巻、北側で、大矢大崎や、大矢間宮と隣接する。また、西側では大矢霞神殿ともわずかに隣接し、北西側では、対角線上に、大矢見沼も一致している。全域が市街化調整区域である。北部は、見沼の干拓によってできた新田であり、昔から八丁亭より、 南部に集中していた。現在も地区内では八丁、筒見付近に住居がある。見沼大洋水桃園と芝川に囲まれた南北に長い区域を有しており、かつて見沼であった付近には治水のための芝川第一調節地が建設され、西側の池となる。1728年に行われた見沼の観宅は、ほとんどが村受けで持ち手に行った開発として実施されたが、 上山口神殿と下山口神殿のエリアは、町人受けとし、江戸の商人小や東西門が開発した。小屋の姓が山口であったことから、北部にある方を上山口神殿、南部にある方を下山口神殿と名付けた。元は、江戸期より存在した武蔵国足立郡山、沼寮の内の下山口神殿であった。村高は、 天保号町では168国余りであった。村の規模は東西3町余り、南北8町余りで、火星期の世帯数は16県であった。南端の八町町には石山街道が通っていた。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 調節地建設が進む北部の阿ザ4本竹には4本築遺跡があった。1991年の発掘調査で竹が群衆して建てられた状態で発見され、古戦も発見された。氷川女体神社で行われるお船祭りの都業水域の祭祀場跡である。ミヌマの干拓によって儀式の執行が不可能になり、祭祀は廃止された。ありがとうございます。